元気にお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。リナは相変わらず元気でやっております。まあなんかだんだんね自粛とかもなくなって結構お店とかも開いたりとかもしようけど、完全に YouTube でただいまも引きこもっていますっていうことが多いね。さあそんなこんな今日もこれをやっていきましょう。リナ情報が吐く、イエーイ。このコーナーはリナ情が絵を描くコーナーでーす。そんなそこらの絵じゃないぞっていう感じでやっております。どういう感じがちょっとわからんじけど、さあ今日もミッキーマウスと共にやってみよう。さあ今日は何のひらがなが出るでしょうか。リナ情が吐く、始まるよ。それではあいうえお表です。ダダン、何が出るかな、何が出るかな。ここら辺にしよう。これ。ふでーす。ふって初めてじゃない？ふ初めてよ。ふ。あーどっちしようかなー。ふね。オッケー。それではふで始まるリナが吐く。レッツゴー。行きまーす。まず耳は小さめ。顔は丸で、髪はね、これはねみんなが知ってるやつです。みんなが知っとうやつよ。なんかわかる？ああ、いい感じである。目は、目どうやったっけな。目どうやったっけ？普通に。鼻はねこうで、口はなんか口はこんな感じかな。なんか違うな。何かが足りん。あ、ほうれい線かな。なんか足りんけど、多分こっち。着物なんよ。ヒント、あ、ちょっと待って、これ絶対わかるよね、みんな。やばい、できた。あっという間に出来上がり。どうしよう、あっという間に出来上がりです。正解はみんなも知っているこのアニメーション、このアニメ、ふで始まるリナが吐く。正解はこちらでーす。じゃじゃーん、サザエさんの中の船さんでーす。じゃーん、似てない？似てます。
船です。似てます。どう、なんかちょっと若々しくなってしまったけどいい感じやない？リナね、サザエさんの船さん好きよ。みんなは日曜日の夕方、今まだ日曜日の夕方ありようとかやな、船さんを見ていますか？毎週日曜日、私の番組が合っているから見てね。月曜日が始まるとか嫌な気持ちはしないでね。私も一生懸命頑張るんだから。じゃーん、船です。モノマネサザエ、船です。どうだったでしょうか今日のリナ画伯。あっという間に描けた。最近ね、マジ早いっちゃんね、描くのがさ、えらい早くなったっちゃという感じで、いつもこんな感じで画伯コーナーとしてやっています。今までの画伯は再生リストのところで1からあの画伯まとめ統計、ぜひみんな見てみてください。それでは今日は船さんということで今日は終わりたいと思います。さあみんな、今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。それではみんなまたお会いしましょう。せーの、バイバイバーイ。バイバーイ。リナ嬢でした。リナ嬢でした。バイバーイ。福岡大好き、博多大好き、リナ嬢好きならこっち。